ニコラス・エドワード、ニック・フランクリンは、アメリカ合衆国フロリダ州、セミノール郡、サンフォード出身のプロ野球選手。宇藤良ダ。高校時代は、フロリダ州オーランドのオーランド・センチネル氏が選ぶ、ベースボールプレイヤーを VR に選ばれ、メジャーリーグのスカウトたちはフランクリンを、スイッチヒッターのマイケル・ヤングと評した。2009年の MLB ドラフト1巡目で、 シアトルマリナーズから指名を受け、8月15日に入団。ルーキー級アリゾナリーグマリナーズや、A-9 エバレットアクアソックスに所属した。2010年は A 級クリントンナンバーキングスに所属した。9月6日からは A 級ウエストテンダイヤモンドジャックスへ昇格した。2011年は A 級ハイデザートマーベリックスに降格。6月23日に、 AAQ ジャクソン・ジェネラルズへ昇格した。2012年は AAQ ジャクソンでプレー後、6月21日にトリプル AQ タコマレーニアーズへ昇格した。2013年はトリプル AQ タコマで開幕を迎えた。5月27日にメジャー初昇格を果たし、同日のサンディエゴパドレス戦に途中出場でデビューした。メジャー1年目は102試合に出場。 シーズン通じて、低打率で、出場時愛数を超える113三振を喫したが、2塁打20本12本塁打を放った。2014年2月20日に、マリナーズと1年契約に合意した。3月28日に、トリプル A 級タコマへ移動した。2014年7月31日に、デトロイトタイガース、マリナーズ間の三角トレードで、タンパベイレーズへ移籍した。 レーズに移籍するまでは17試合の出場で打率。128.21三振だった。2年連続でメジャーで本塁打を記録したが、合計では28試合で打率。160に止まった。2015年は44試合に出場して3本塁打を放ったが、不審からの脱却はならず打率。158.37三振だった。守備では、 三塁手以外の内野の各ポジションを少しずつ守った。また、投手としてもマウンドに登ったが、1.0イニングでに失点を喫して、防御率18.00だった。2016年は、ユーティリティープレイヤーとして起用され、60試合に出場。打撃面では、好調を維持し、自己ベストの打率、270.6本塁が26打点。 六投類という成績を残した。2017年4月1日にディーフとなった。2017年4月5日にウェーバー工事を経てミルウォーキーブルワーズへ移籍した。6月27日にディーフとなった。2017年6月30日に後日発表選手とのトレードでロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。7月29日にディーフとなり。 31日に40人枠を外れる形で参加の AA、A、級ソルトレークビーズへ配属された。オフの11月6日に FA となった。2018年2月15日にブルワーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕は参加の AA 級ビロクシシャッカーズで迎え、5月8日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。同日のクリーブランドインディアンス戦にて、6番、二類種、で、先発出場したが、4回裏の第2打席で一類を、駆け抜けた際に足を痛めて、途中交代すると、翌9日に故障者リスト入りした。その後は9月1日に40人、枠外、10月15日に、FA となった。2019年2月6日にピッツバーグパイレーツと、 マイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕から参加の AAA 級インディアナポリス・インディアンスでプレーしていたが、6月28日に自由契約となった。2019年7月5日にエンゼルスとマイナー契約を結び、AAA 級ソルトレークへ配属された。11月4日に FA となった。 2021年4月28日、独立リーグアメリカンアソシエーションのカンザスシティモナークスと契約した。ありがとうございます。